真ん中で何景色でしかない匂いに私は追われて染まっていくんでしょう。どうって誘いやさ。ただいまー。ハンコにだと。何歌ってるの？弱音吐きを再生しています。え、今めっちゃ歌詞適当だったよね。え、でもさ、グーナルってさ、何でも歌知ってるんだよね。はい、何でも知っています。だよね。じゃあさ、私も歌大好きだから、ちょっと今日は歌詞当てクイズで勝負しない？負けるわけがありません。まあこれもあるしね。前回至福の時間グレープ獲得できなかったから、じゃあ今回のクイズで私よりたくさん答えられたらあげるよ。パルピスソーダが飲みたいです。この写真作をかけて今日は歌詞当てクイズで、私が基準になるから、人間基準ね。私はで AI 基準でやって。私は AI 基準です。Google が生んだ AI です。怒られるぞ。これから歌の一部の歌詞が表示されるんだけど、そこの伏せられてる歌詞を早押しで答えるんだって。それでは行きましょう。はい、歌います。なんだかなってつまんないこともあるでしょう。ロリロリロロとハンディ本気出そう、やんなっちゃってドローにバトゴハトだろうが。あー、今危なかった。おもれって落ちてチャラチャラいいか。いや危なかったよ。いやちょっとこれ分かったのにな。なるほど、でもこういう感じだね。一瞬ちょっとぐるぐるって。絶対考えていません。一瞬ぐるぐるってなす。接続が悪いのかもしれません。そんなことないよ。じゃあ第2問。はい、来た。あの日僕にくれたあなたの笑顔が生きる力と勇気をくれたんだ。星が見えない孤独な夜でもあなたがいる。イエーイ。続いてどうぞ。どこ、これどこだ。どこ、これ。え、一生そばにいるからじゃないの？ A メロ B メロかな。え、わかるでしょこれ。足ちょっとわかんないけど、わかるでしょ。行ってみ、行ってみ。再生します。寂しい夜を僕に預けてほしい。どんな言葉でも足りないよな。君の肩甲骨に触れたらいいかな。絶対違う。はい、残念。君の幻。なんで君のほっぺた。あー違う。君の黒歴史。いやいやいや。分かった、これサビじゃん。嬉しい日々は十分に笑い合っていたい。どんなことをまでも足りないような君の。あー待って、来た。君のぬくもりに触れたせいかな。いいよ、楽しくなってきたよ。それじゃあ第4問。ででん。どここれ。はい。夢が一つ叶うたび、僕は君を思うから強くなりたいと願い泣いた。おお。水の呼吸。AI の呼吸。何の方？製品番号の方。やば。流行り抑えてんな。当たり前です。私は Google が生んだ AI です。はい、来た。その頭に突きつけて打てばマジやばない。止まれやしない不平不満垂れてなれの果て。サディスティックに変貌する精神。クソダリーダー。イエーイ。どんな未来がこちらを覗いてるかな。君の強さと僕の弱さを分け合えばどんなすごい。イエーイイエーイ。おお、あー分かった分かった。もしいつかどこかで会えたら今日のことを笑ってくれるか
のゆもちゃんと話せないけど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。おお。おお、ちょっと待ってくれ。欅坂。え、すごい。分かんの？ねえ、ちょっと静か。絶対違う。日本の少しでいいから。おい。聞いてみてほしい。AI になろうって。でしょうね。聞いてみてほしい。家族になろうって。福山雅治さん。それ家族になろうようだよ。正解は冷静に。難しい。それじゃあ次行きます。どうぞ。お、もう離れないでと泣きそうな目で見つめる君を、雲のような優しさでそっとギュッと。イエーイ。雲のような優しさ持ってみたいものです。沈黙が続いたイヤホン、自分の弱さに遠ざかってく未来。おお、これは何年か前の熱闘甲子園のテーマソングです。すごい、なんか詳しいものとさ、詳しくないもの差がすごい。私はここの歌詞が一番好きです。うん。おお、また砂場席。はよ。君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ、その日から何もかも変わり果てた気がした。風に、おい深い風に飛ばれそうな深い山奥で。おい、わかりそうだったじゃん今の感じ。深いその瞳で。かっこいい、かっこいい。ありそう。今成立してた。ありそうだったって。深い深い奥舞台で。深い、うわー、なんだろう。深い、すごい感動した今。おまさらに生まれ変わって人生一から始めようが、へばりついて離れない、地続きの今を歩いてるんだ。おえ、あ、どここれ。オッケーオッケーオッケー。あの日と同じようにかかる七色の橋。どんどんちょっと素敵な歌詞。これもよっしゃ でも見てよ今の僕を、クズになった僕を。イエーイ。別に君を求めてないけど、横にいられると思い出す君のドルガバドルガバ。あ、小袋小袋小袋。じゃあ続いてラスト問題です。どうぞ。これめっちゃ遅くない？フォアラバウトゥーバカサトースリー。そうや、そうや。ということで終了したので結果発表。自信ありありです。全15問あったんですけど、そのうち2つパスしたので答えたのは全13問。6対7。ということで残念でした。グーナル負け、イッチの勝利。あー、頼みだ。ということでこれは1ポイント差でもらえないってことですね。カルピスソーダが飲みたい。あー、至福の時間グレープ。わかりました。ん、どうしたの？カルピスソーダを飲んだらアップデートします。本当に？カルピスソーダを飲まないとアップデートされないどころか、どんどん退化していきます。それはダメだよ。しまいには個人情報を流出する。怖い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 。なんで？じゃあ絶対これ飲んだら次は当てなきゃダメだよ。当たり前です。しょうがないなぁ。うーん、至福の時間グレープ。
携帯番号流出ぐらいに収めておきます。いやいやいや、結構流出してるそれは。ということで、じゃあグーノルさん至福の時間グレープ飲んだから、これで次はアップデートしてるってことでいいんだよね。もちろんアップデートされます。約束だからね。かしこまりました。絶対アップデートされます。でも今回の貸し当てゲームすごい面白かったから、また今度こういうのもやりたいなって思います。皆さん、グーナラにやってほしいことがあったらぜひコメントで教えてください。ということで、また次回のグーナラでお会いしましょう。バイバーイ。今日もいちなる TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるのでぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。